こんにちは、まゆみです。今日は、楽譜をお見せしながら、ちょっと業界の中で使われている言葉の、説明をしてみたいと思います。よろしくお願いします。クラシック音楽というのは16世紀以降の、西洋の音楽を指しているというのが、まあ、大体の、非常に大雑把な、説明なんですけれども、その中心はね、16世紀前までは中心がイタリアだったんですね。で、だんだんこういうふうに移動しました。ですので、私たちの業界の中ではこの言葉をよく使います。で、まあ、そのドイツものというのは、いわゆる、まあ、シューベルト、シューマン、ブラームスなどのことを指すんですね。そしてフランスものというのが私の好きなものですね。ですから、このサティとかドビュッシーとか、これドビュッシーですね、ラヴェル、フォーレ、フランク、プーランク、この辺りですね。そして、この最後のロシアですね。ロシアっていうのが、このラフマニノフとかスクリャビンですね。これは、ラフマニノフっていうのは、浅田真央ちゃんがスケートで滑った曲はこれですよね。はい。で、そのどれにも入らないというのが、この王道のショパンだと思います。これをポーランドものとかは申しません。あと、モーツァルトっていうのも実はドイツものには入らないかなと思います。あの人オーストリアの人なのでね。あ、ここに大事な人が入っておりません。ベートーベンが入ってないですね。はい。で、よく私たちはこのカテゴリーで、あ、あれはドイツものだからねとか、あれはフランスものだからねとか、これはロシアものだからねというふうに、使うことがあります。で、この言葉を知っていると、いろいろお話を聞いている時に、あ、そういうことなのかというふうに分かって楽しくなるかもしれません。で、もともとはイタリアが中心だったんですね。で、だんだん楽器の発達とともにという歴史もあります。そういうわけで、この言葉をドイツもの、フランスもの、ロシアものという言葉を知っていると、クラシックの音楽のお話をしているときに、あ、そういうことなのかっていうことを分かって楽しくなるかもしれません。で、そのことについて、少しお話ししてみたいこともありますので、それを、次回それはお話しようと思っております。今日は短く撮りますね。はい。ではまた次の投稿、別の投稿でお会いいたしましょう。ありがとうございました。まゆみでした。